ットという内容です。荻野も左中間、これはアイト、少し右に寄っていた、追いつけるのか、追いついた、スーパープレー、最後はフェンスに身を預けました。少し高らうそぶりを見せましたが、抜けたら大チャンスというロッテ、その目を摘み取ったのはセンターのアイトでした。ファインプレーです。3回の裏終わって0対0です。